司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。相続手続きで難しいものの一つにゴルフ会員権の相続があります。父親がゴルフをしてたからゴルフ会員権が出てきたとかいう場合が考えられます。で、このゴルフ会員権の手続きの、難しい面の一つとして、その場所に行って、手続きをする必要があるケースが多いです。ゴルフ場というのは、遠方とか田舎にあったりしますので、まずそこに出向いてしないとダメっていうのがまず大変になります。また、そのゴルフ会員権自体がなければ、また手続きが複雑になったりとか、その相続であるのに、その名義変更の手数料を多額な手数料が取られたりするケースもあるみたいです。ぜひ専門家に相談してみてください。司法書士の重森でした。